藤原家隆は、鎌倉時代初期の苦行、歌人。夕食読みで、下流とも呼ばれる。署名は、健隆氏。法名は仏性。三分二と合する。中納言、藤原兼介の末裔で、県中納言、藤原光隆の次男。官位は、十二、宮内卿。新古今和歌集の先者の一人。小倉百人一首では、 ジュ十二、家高、風そよぐ、奈良の小川の夕暮れは五景ぞ、夏の印なりける。安本元,元年女尺、安元三年自重。合わすけ、腰中守の地方官を平任し、研究四年正月に自重を辞任生後一下に少女。正子三年正月に十四にした元久三年苦内卿。上級三年まで苦内卿を務め、自認の後に、 生三位に除せられた。家庭元年十二位。家庭二年十二月病を終えて七十九歳で出家した。出家後は、摂津国四天王寺に入り、その西側の地に夕日庵を設けて、浄土教の教えである日草観を修しこの地より見える地ぬの海に沈む夕日を好み、その彼方にある極楽浄土へ行くことを望んだ。後世、この地は、 夕日案にちなんで、夕日宮と呼ばれるようになった。現在の大阪市天皇塾夕日が丘町後に、家高塚がある。家高火、土佐の海に見船浮かべて遊ぶらしとの空は、雪毛の土劇和歌を、藤原春勢に学んだ。若蓮の婿だったという説もある。歌人としては、番星型であったが、六百番歌合わせ、少寺百首などに参加して、 やがて同時代の藤原定家と並び称される歌人として、御子左家と総壁と評価されるに至った。古今朝文集によると、後鳥羽上皇が和歌を学び始めた頃、藤原義経に和歌を学ぼうと思っているのだが誰を死としたら、良いだろうかと尋ね、義経は家えを推薦した。因果団の中心メンバーであり、後鳥羽院が上級の乱で、沖に流された後も、 当場から代を賜って和歌を送ったりしている。歌風は平明で優弱な趣向と評価される。また、晩年になってからも、作家意欲は一向に衰えず、その多作ぶりは有名で、生涯に読んだ歌は6万首もあったと言われている。歌集の水の絵2集は6歌集の一つ。潜在和歌集以下の直線和歌集に281首が再録されており、 新直線和歌集には最多の43種が収められている。息子の藤原隆介と娘の土見門印象最小も過人。ジュニー・イエタカに関するカテゴリー。ありがとうございます。